やり抜く子は嫌なことを我慢しない。はい、こんにちは。ライフコーチのミスター・オカチです。本音で生きるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介しています。はい、えー、これまでの動画では、やり抜く子と投げ出す子。やり抜く子は投げ出す子と比べて将来の学歴、年収、そして 幸福度が高くなるそのようなお話をしてきました自分がやると決めたやりたいことを最後までやり抜く子は最高の自分を表現できて社会でたくましくそして自分らしく生きていけるのです、まあ、そのようなこともあって子供が嫌なことでも無理やりやらせようとしたりもう子供の興味がなくなっているのにやめることを許さないそのようなご家庭もありますししかしそれは 逆効果です。逆に投げ出す子になってしまうんです。はっきりと言いましょう。やり抜く子は我慢しないし、嫌なことをいつでもやめます。はい。ということで、えー、今日はやり抜く子に関する誤解を解いていきたいと思います、えー。この動画を見ていただくことで、子供とどのように関わったらいいのか、 ご家庭の方針を作るときの参考になると思いますので、えー、最後までご視聴ください。えー、このチャンネルでは、子育てを頑張るお父さんお母さん、子供の教育に関わる方に向けて、えっ、ー、と、やり抜く子を育てるための考え方や関わり方にフォーカスした動画を配信しています。興味がある方は、チャンネル登録ボタンポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと SN、SNS でも毎日配信してますので、えー、概要欄から繋がってください。えっ、ー、とね、あと、今回ね、縦型の動画なんですけど、縦型の動画の時は、 あのラジオ感覚で聞いていただくのがちょうどいいです。あの台本もほぼなしで、えっと、思ったことを話しているので <laughs> お気軽に聞いてください。はい、ということで今日やり抜く子に関する誤解を、えー、いくつか解いていきたいと思います、まあ。3つかな。3つかなと思います。まず1つ目。やり抜く子は,やり,く子はやりたくないことを我慢する。それは誤解です。やり抜く子は やりたくないことはやりたくないって言うんですよはい。で先ほども伝えてお伝えしましたようにやり抜く子というのは自分で選んで自分で決めた自分がやりたいことを最後までやり抜く子供です自分で決めていないのにそして人が決めたことそして誰かにやらされていることを嫌々ながらも我慢してやる力ではないんですよはい。ここ大きな誤解で やり抜く力を育むために我慢する力が大事なんだ。だから子供にも我慢させようと嫌なことでも耐えうるそのメンタルが大事なんだと考えられて子供の気持ちを無視してそして諦めることはダメなんだ。そして最後まで続けることが大事なんだっていうことで子供の気持ちを無視した状態でどんどん子供にやらせてしまうってことがあると思うんです。でもその状態やったら子供はね自分の気持ちがわからなくなってくるんですよ。自分の気持ちを言ってもお父さん お母さんそして先生に聞いてもらえないんだってなると自分の気持ちを言うこと思ってること考えてること表現することしなくなるんですそしていつも大人の顔色を伺ってそして生きていくそんな感じになってしまうんですねそうすると自分が本当にやりたいことと今やってる行動にこの帰り矢印が全然違う方向になっていくので何て言うかね自然にやりたいという気持ちがなくなってくるんですよねこう心ののエエネネルルギギーータンクががあるとして自分の内側からエネルギーがぐわ って湧いてきててき行動するんじゃなくて外,か外側から褒められる、認められる、そして、えー、受け入れてもらえる、そういうことをエネルギーにして行動していると、何やろう、褒められていないと、えー、行動できないとか、えーと、自分がやりたいことよりも、やるべきことを優先しないとってなってしまって、エネルギーが空っぽになって、燃え尽きてしまうんですね。だから大事なことは自分で選んで、自分で決めるということなんです。そうすれば、自分の内側からエネルギーがボワーって出てくる。だから、無理やりスイッチを入れなくても、 勝手にスイッチを張るんですよ勝手にやる気スイッチが入ってもう誰に言われなくても勉強していたり努力していたり練習したりできるんですよだから努力というよりも夢中になれるんですねでやり抜く子っていうのは本当に夢中になれる子です努力して頑張る子ではなくて夢中になれる子ここすっごい大事なんですねえ夢中っていうのは自分で選んで自分が決めたことやからまさに滑り台があるから滑り台に滑るみたいな感じなんですよこう滑り台絶対滑るんだっていうような感じでやる気スイッチを押して滑り台に滑るそんな感じじゃないじゃないですか もう滑りたいから滑ってる。そんな感じでやるから、ストレスなく楽に、えー、と取り組めるんです。だから結果的に最後まで続くんですよ。だから大事なことっていうのは嫌なことを我慢させない。そして子供の気持ちを大切にするってあげる,あげること。そして子供の気持ちを聞いてあげること。そこがね、すごい大事なことなのかなっていうふうに思ってます。えー、そして二つ目。二つ目は、やり抜く子はどんなことがあっても続ける。これは誤解です。 やり抜く子はいつででもやめられるんですはいよくあるのがよく聞くんですよ子供たちに。何やろうね習字やってる子が多いんでなんで習字やってんのって聞いたらね「うーん分からん」って「えそれどういうこと?」って聞いたら「ずっとやってるから」って言うんですね。 ま、ずーっとやってんのは分かった1年生からずーっとやってきて今5年生それ分かったよずーっとやってるけど今やりたくないんやろあんまり楽しくないえなんでやってんのって聞いたらうーんなんかやめたらもったいないからっていうんですねうんいやもちろんやめることがいいってわけじゃないですよでも 本当にやりたいことではないのに、やめたらもったいないから、これまでかけてきた投資が無駄になると思うから、だからやりたくないことも続けるっていう子がいるんですね。もちろんそういう考えも大事なんですよ。そういう考えも大事なんですけど、やり抜く子っていうのは全然違うくて、あのー、 まあずっと、例えば、将棋をずっとやってたとするじゃないですか。そういう子がいたんですけどね。将棋をずっとやってた。もう俺、将棋一筋みたいな感じで、将棋をずっとやってたんですけど、その子がバスケットボールに出会ったんですよ。で、バスケットボールに出会った瞬間、もう将棋やめてしまったんですよ。<laughs> 将棋、バタってやめて、もうバスケばっかりやってるんですよね。で、その子に聞いたんですよ。え、将棋もうやらへんのって。もうやらへんって。え、なんでって聞いたら、え、バスケの方が楽しいから。って言うんですね。俺はバスケがやりたいから。バスケがうまくなりたいから。って言うんですよ。 自分の意思で自分で選んで自分で決めてるんですよずーっとやってたからやらなければならないんじゃなくてやずっとやっていたとしても新しいやりたいことが見つかったら自分の意思でそれを決めてやめることができるんですよこれがやりぬっこなんですよねこれがやりぬっこだからなんやろもったいないから続けるとかじゃなくてやりたいから続けるんですよはいで3つ目これはねえー、あんまないかもしれないですけどやりぬっこは1人で淡々とやる それも誤解ですやり抜く子は一人でやる子も一人でねこうもうグワーってこうってあの椅,あの椅子に座ってねグーって勉強するそういう子もいます。でもそうじゃなくてみんなとワイワイしながら仲間とやる子もいるんです。はい でやり抜く子っていうのは本当に性格的なもんではないんですよ。性格的に諦めないとかメンタルが強いとか、そういう性格とか才能ではないんですよ。やり抜く子っていうの、やり抜く力っていうのはね、これね、技術なんですよ。誰でも、いつからでも身につけられる技術なんですよ。はい。なので、自分が一人やったらできないな。 一人やったらやり抜くことできないな、続けることできないなって自分のことを分かっていたら、そういう子供はチームを組むんですよ。友達と一緒にやるんですね。自分一人やったらできないんっ分かっているから、でもこれをやりたい。 どうしてもやりたい。じゃあ一人でできへんから仲間を呼ぼうって言って友達と一緒にね、やるんですよ。図書館とかでね。そうすると集中してできるじゃないですか。で、友達と分からないことを教え合ったりすると、一人で分からんことにぶち当たった時に、うーん、分からん、もうやめたいって思った時でも、友達と一緒にやったら友達に教えてもらえるかもしれん。で、友達に教えるっていうことを通じて、勉強したことがより深く理解できるかもしれん。そうなんですよ。やり抜くこっていうのは、たった一人でやり抜くこじゃないですよ。チームを組むんですよ。 仲間と一緒にややるんででですすよよ、まあ、人でやってもいいんですよ自分一人で難しいなと思ってたら自分の弱いとこが分かってたらた友達に助けを求めれるんですよ助けを求めないっていことがやり抜く子じゃないんですよ自分が弱いことには人に頼るし苦手なことは助けてって言うんですよそうやって仲間とチームと共に一緒にやっていくそういうのもやり抜く子の一つの特徴かなと思いますもちろん一人でねがむしゃらにやるっていう子もいるんですよ、まあ、そういうことは子はまれでどちらかというとみんなで支え合いながら そうやって、やり抜ける環境の中に自分を身を置いて、そこでやるっていう子が多いような気がします。はい。ということで、今日は、やり抜く子に関する誤解について、えー、お伝えしてきました、えー。まず一つは、やり抜く子は、 やりたくないことをいつででもやめれるんですよここでやめたらもったいないなじゃなくていや新しいやりたいことができて本当にそれをやりたいと思ってるなら今までやってきたことをスパッとやめてそっちをやれるんですよね。で2つ目、えー、やり抜くことこはえー、っと何だったっけあやりたくないことを我慢する。 って言いましたけど、これは違うんですよ。やり抜く子は、やりたくないことは我慢しない。自分が嫌やって思うことはやらないんですよ。でも、やらなければならないことあるじゃないですか。どうしても。絶対やらなきゃなこと。まあ、宿題ってやらなければならないことじゃないですか。学校の授業もね、椅子に座ったら、立ち歩いて走り回ったら駄目じゃないですか。からそれやらなければならないことはちゃんと理解して、そこはやるんですよ。でも、やらなくてもいいし、やってもいいっていうこと。自分で選べることなら、やらなければ、やらなくてもいいことはやらないんですよ。 ね、やり抜く子は自分でちゃんと選択ができるんですよね。そして3つ目、やり抜く子は。 仲間と一緒にやるそして助けを求めることができるとですやいぬく子は一人で淡々とやる子ではないです自分が弱いところ苦手なことは助けてと言います人を頼ることもしますそして仲間と一緒に高め合いながら学べる勉強できるそして成長できるそんな場所に身を置くことができるんですねで、やいぬ子っていうのは先ほどもお伝えしたように生まれ持った才能ではない生まれ持った性格的なものではないんですもちろんそれが優位に働くこともありますでもいつ,かいつでも誰でも も身につけられる技術なんですそしてやい抜く力やい抜く子供になれば将来の学歴そして年収そして将来幸せに生きることができるんです最高の自分を表現して社会でたくましくそして自分らしく生きることができる このチャンネルではあなたのお子さんがやりぬっこになるための考え方や関わり合いの仕方を全力でもう全部紹介しています興味がある方はチャンネル登録ボタンポチッと押してくれたら嬉しいですあと無料ライン講座をこの3月にリリースしましたそこでは動画や コラム、そしてブログなどを通じて、具体的にどうやって声掛けをしたらいいのか、関わったらいいのかっていうのを解説してます。えー、そちらもよかったら、えー、興味も、興味があれば、友達追加してもらえたら嬉しいです。はい。ジエンド。それでは、ワンダフルな一日をお過ごしください。ありがとうございました。バイバーイ。